いつも大変お世話になっております、古美術吉戸の吉戸です。本日はですね、ちょっと打って変わって陶磁器ではなく金工品、金属の作品をご紹介したいと思います。それがこちらの青銅鍍金鈴ということになっております。どうぞよろしくお願いいたします。本作品はですね、青銅で作りまして、鍍金、金を、金箔というか金を渡した作品でございます。で、それでその上にお花のね、非常に素晴らしい卓越した伸び伸びとした文様を彫刻刀、小さい彫刻刀でコン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 というふうに一点一点大切に刻んでですね、非常にテクニック難しい、この曲線にですね、このコン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 と非常に、しかもこの柔らかい素材にコン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 と彫刻刀でこう非常に繊細なワークでですね、文様を打ち込んで、それで文様を形作ってるんですね。なかなかできることではないですね。すごい難しい。一点、よく近づいてみますとですね、こう切り取り線みたいに、ウィーンってこう昔その電気とか電動のものがありませんから、もちろん手彫りでですね、こう入れ爪みたいにカチ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 って小さいこう三角、実際よく見るとね、三角形の彫刻刀伸びてコン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 ってこうドン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 って打ちながら模様を表してます。そして本作品が番頭といいまして、頭の終わりの方の作品だというふうに推測されておりまして、だんだん古くなればなるほど、だいたいそうですね、頭の初期とかになってくればくるほど、より細かく三角形が正三角形で、密度が高いというふうになっております。だんだん二等辺三角形だってですね、その間隔一点一点の間隔が長く伸びるというふうに言われておりまして、そこら辺のその絵のワークとかで、唐の時代でも唐の初期、前期、中期、後期、晩期というふうに分けることができます。そして本作品は唐の晩期だというのは、おそらくその二等辺三角形の長さとか、その形の大らかさとか、そういったところで推測されると思います。その後ずっとね、梁の時代とかいろんな時代でもずっとこういった金工品、秦の時代までずっと作られておりますが、本作品は一番素晴らしい唐の時代の作品ということで、間違いないというふうになっております。今回はですね、ちょっと特別に陶磁器じゃなくて鈴の、ご紹介だったんですけども、私実は金属工芸品、ブロンズとか青銅器ですね、青銅器とか金工品も非常に大好きでですね、非常に興味深く昔からもう十何年も勉強させていただいてですね、とっても大好きです。ただなかなかやっぱりその効果であったりとかですね、物がなかったりとか、これはぜひっていうのがないので、なかなかそんなに陶器ほど数を扱ってこなかったんですけども、今回たまたまですね、昔取り扱わせていただいた映像素材が残っておりましたので、これはちょっと久しぶりに解説させていただこうと思いまして、日本のね、昔ね、結構昔日本の交換会に出たのをパッとこう購入した、仕入れたという部分がなんかふとでおぼろげながら記憶であります。非常にだからやっぱり日本的にやっぱこう昔のコレクターの方がですね、箱にちゃんと収めて持っていたと。で、台もちゃんとね、一応作ってね、鈴、何か例えばバグとか神輿とか何か特別な何かにつけた鈴なんですね。カランカランと、例えばなんかまあ、ただこの鍍金しておりますので、唐の時代に鍍金の作品を持ってるって明らかに雅やかな高貴な上の上流階級の人なので、上流階級の人とかお寺とか何かそういう特別なオケージョンの場所でこの鈴がこう装飾されていたり、何かカランコロンとこう振ったらね、中にねやっぱり鉄の玉が入って、鉄っていうか金属の玉が入っておりまして、カランコロンカランコロンっていう風に音が鳴るんですね。非常にいい音です。さすがだなと。やっぱり今ちょっとこの作品がやっぱ古めかしいもんですから、6章がついておりまして、6章とかサビがついておりますけども、もしそれをしっかり剣に剥がして中のね、この金属の束もしっかりきれいにしてやったら、こう本当に澄んだキーンキーンという音が鳴るんじゃないかしらなんて想像しておりますけど、やっぱり作品性が失われるのでね、それはちょっと聞くことはかなわないんですけども、まあ、本作品を見てですね、何が素晴らしいかっていうと、やっぱり金の立ち方というか、金のギラッとした輝き、そしてやっぱりこう、なんていうんですか、美しいその鈴のおおらかな様式、形、そしてコン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 と彫刻刀一点一点で丁寧に打ち込まれたですね、この優れたお花のぐわっていうこう迫力のある形、この形というかこう装飾美というその美しさ、
という表面上の美しさと、その金属が持つ力強い美しさと、その形のその何て言うんですかね、ダイナミズムというか、大きさも結構あるんですよ。その皆様のね、握り拳、私の握り拳ぐらいの大きさは優にありますので、まあ、だからすごいこう結構ね、ダイナミズム、ワオという風に、ちっちゃい作品はねつまんないんですよ。そのつまんないって言うと失礼なんですけど、 見応えが手のひらでね転がす分にはいいですけど、やっぱある程度大きさがないと作品としてこう語った時に見栄えがしないので、これぐらい大きさがあるっていうのは非常に素晴らしいなというふうに感じました。でお花もですね、やっぱりこのお花の様子とか、その葉っぱの葉脈のね様子までこうしっかりと一点一点細かい彫刻刀でコン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 って刻んで、そのグイーってこうグイーってこう金属ですから、陶器と違って絵をつけることもできませんし、ぐーっとこう、なんていうの、こう掘り込んでいくことも、例えば土は柔らかいから彫刻刀でシューって一本線をフリーハンドで引けますよね。ただ金属はそうはいかないんですよ。あの線をギーって引くわけにいかない。こんな薄いボディにですね、こうコン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 ってこう、ほんと直径何ミリか、直径っていうか一辺何ミリかっていうような気の遠くなるようなですね、細かい彫刻刀で薄く軽く打点しながらですね、少しずつ文様を彫り表していってるんですね。それがやっぱり私びっくりしましたね。でしかもこれ唐の晩期ですけども、唐の前期とかもっと古くなればなるほど、より一層ですね、細かくこのワークが、彫刻刀のワークがすごく細かくなっていくんですね。だから本当気の遠くなるような作業、しかももし強く打ちすぎて破れちゃいますから、バリってね。だからそのやっぱりこの絶妙な力加減とかっていうのも、やっぱ職人だなっていう風に感動いたしました。だから陶磁器っていうのは1日に何百個作れますけど、金工品っていうのは見てわかると1日に1個とか2個とか、そんなに数作れるもんではないんですね。だから陶磁器に比べて、その製作数、元々の製作数が極めて少ないですし、あといろんなその時代、唐の時代からずっといろんな時代を経て、文化大革命とかいろいろありましたから、そういう時々で、あ、金だって言ってこう戦争もありました。あの溶かされたりとかですね、盗まれたり潰されて地金として売られたりっていうことが、その発見次第すぐにその時高く評価されてない。例えば古美術なんか、そんななんていうの、金属より安いっていう時代が、その民国とかね、そのずっと中国貧しい時代がありましたので、その時代にすぐ潰されて全部売られちゃうんですよ。陶磁器だったらさすがにほら割ってどうこうってならないじゃないですか。だけど金属って潰して地金として売れるんで、地金として鉄砲玉にしたりとかですね、あのお金にしたりとかっていう農民がたくさんわんさか出まして、本当は残存していたはずなのに、それが全て溶かされて売られて地金になっちゃったり、食器になったり鉄砲玉になっちゃったりしたんでですね、だから残ってないんですよ。本当に極めて残ってる数が少ない。今残ってるものっていうのは、中国が豊かになったりとか、例えば学術的に政府が調査発掘してそれでやっと発見されたものとかっていうのは保護されますけど、でも政府が発掘保護したものっていうものも大体基本的に全部管理されて博物館とかに入ります。もちろん貧しい時代にはそれをいっぱい横流ししてですね、それが盛んに流出した部分もありますし、あと中国が豊かになってから発掘調査した場合は、そのこれを地金として売るよりも、作品、美術作品として売った方が高いってことが分かって、ようやくそのままの形で市場に残ることになっております。ですので、そのどちらかなんですね。だから、戦争が終わって以降、中国の、で、まあ、なんていうんですか、高速道路を作ろうとかね、いろいろ、したときに発掘されるんですよ。唐とか漢とかの地下の。お墓が発掘されて、そこにこういう、あと地下でお寺ね、お寺の構造っていうのがありまして、お寺のその宝物を隠した穴蔵があるんですよ。そこが発掘されてですね、それがもう何十年、30年、40年前とかに発掘され始めるんですね。それでその時に政府が発調査発掘したんだけど、そこの行政官がちょっとお金欲しいからこれ横流ししようっつって古美術屋さんに売ったりとかしたんですね。でそれが香港とかいろんなところを経由して、すごく飛んでいるお金持ちな、そのバブリーなね、日本にいっぱい入ってきたというような時代がありました。だからそういう盛んにですね、先輩ディーラーたちがこのバブルの頃活躍してですね、香港とかいっぱい仕入れてきたって言ってましたから、そういったものの一群だったりとかするかもしれません。箱行きからして何十年か前もずっと前に入ってきてるもんなので、そういったことが推測できます。ですから本作品の素晴らしい魅力を再度確認していきますと、まず素晴らしいこの大きな大らかな形、サイズ感があると、そして
金が美しく純度が高く残っている。そしてこの7個じゃないあのこのてん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 ってこう何て言うんですかね、彫刻で打点された非常に美しいあの葉っぱや花、包装の包装芸のその様子がすごくワンダフルだと。そして卓越したテクニックに基づいてこんな薄作りなのに非常に力強くてもうグワッとあと鈴の音が美しいというですね、そういったところが魅力の根源となっております。まああとそういうなんて細かいテクニカリなことじゃなくて、見てわすごいな、綺麗な、かっこいいな、近づいてねこの花とか葉脈を見てすごいテクニックだなと感動する、今の人これ作れるのかいって言ったらもう、まあ、作れると思いますけど相当何ヶ月かかるのかなと思いますね。昔の人はそうそうそうとフリーハンドでねこうカカカカってやっちゃうんでしょうけど、うん、本当にすごい技術ですよ。焼き物だったらね何百個作れるけど、金工品っていうのはもう1個しか作れないのですごい大変、しかも残ってる数が段違いに少ないからやっぱりね、そのブロンズ青銅器もそうだけど金工品なんていうとねやっぱり本当すぐ狙われちゃうんでね、あの潰されたり地金にされたり、本当に余ったものを宝物がですね潰されてきたんだろうなと思いますとやっぱり心が痛みますが、まあそれでもやっと残っててくれた、そのずっと見つからずにねお寺の構造の中でずっと守られてきて、そして縁あって日本に来てくれたというこういう運命のですね絵にしを感じます。非常に素晴らしい作品を今回はねちょっと陶磁器じゃなくて金工品という形で皆様にご紹介できたことを大変喜ばしく思っております。たまにはねこういう作品も出すんだよっていうことを一つお見知りおきください本当はね青銅器と金工品もっともっとやりたいんですけど、ないんですよ、そのいいものが、この数がねやっぱ高いの、何千万とか何億とかしちゃうからそんな買えないから、だからやっぱりちょっとリーズナブルで皆様に手が届いてこう現実的で十分美しくてレベルが高いっていうものがなかなかなくてご紹介できないんですけども、まあ、常日頃ね実はこういうものも扱っているんだよってことをご紹介したくて、金工品の魅力に触れてほしくてご紹介させていただきました。大変失礼しました。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。失礼します。古美術吉戸は古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。